ということでやってまいりましたフラワーレッスン TV よっ、よいしょー。はい、今回もですねゲストは並川大輔さんに来ていただいてます。ありがとうございます。お邪魔します。よろしくお願いします。はい、まあ、僕がこの服を着てるということは、うん、もう皆さんお分かりだと思うんですけれども、そうエンジン戦隊ゴーオンジャーで演じた江住壮介とその相棒の今日はスピードルの、はい、並川大輔さんとしてちょっといろいろとお話で聞いていけたらなというふうに思うんですけれども、よろしくお願いします。じゃあまずちょっと名乗りやってみますかね。うん、ね、あの名乗りをということでやっていきたいと思います。いくぜ。マッハ全開ゴーレット江住壮介と勇気満タン背面スターエンジンスピードル、今日はこの2人でお送りしていくぜ。よろしくな。ダブダブ。ゴーオンジャーの時に、まあ、僕と、ね、ずっとやっぱ絡んだりだとか、うん、やっぱ相棒ずっと1年間やってきたじゃないですか、うん、何か思い出に残ってることとかありますか。なんかね、古原くんが僕の口調を真似てた、はい、いや何か潰しにかかった。違う潰しにかかったんじゃなくて、そもそも意図してなかった最初そんなこと、うん、だけれども、あ、似てるんだって思って、でもほらお互いが熱い勢いのあるキャラじゃないですか。そうね、そうスピードルと、うん、そうでちょっとやっぱね、浪川さんに似てるって言われたのが嬉しくなっちゃったんでしょうね。そうだからちょっとなんか真似た部分確かにあるかもしれない。だけど途中からどっちかわけわかんなくなるってなったから、あ、これはちゃんとなんか出せとか、なんかそういう語尾とかでちょっと変えていかなきゃなみたいな感じはありましたよ。なんか練習してんだよ、こっちがバーッとしゃべって言うと、うん、後ろのコツルツ言ってんなみたいなそうなんかスタジオが広かったから、うん、後ろでみんな待機してるじゃん。すいません、ね、しかもエンジン多いですもんね。エンジン多いから日本のマイクにだって3人とかね入るから、あ、そうもう振らないとなんか特によう動くからマイクが確かに暑かったよ。だからこのアフレコでもね、声優さんでマイク前じゃし一歩も動かないけど、あの古原君はもう何歩動かない。確かに、なんか動いてやった方が気持ちが入るんですよね、うん、まあそりゃそうだよね、だって自分が演じてたらね、うん、そうだからなんかでも動くとなんか服のなんか筋ずれがあるから、うん、あんまり動かないでくれるんや。そうでしょ、ソースケで動かない結構難しいんですよ正直。うん、そういう役が来るかもしれないよ、声優。ああ、確かに。そしたら、その極意をまた浪川さんに聞きます、そうは。いや、極意って止まって喋ればいい。てか、浪川さんってめちゃめちゃ記憶力いいっすよね、本当に。でも、昨日食べたご飯とかもう思い出せないよ。年齢、マジっすか。だから、そういう、なんだろう、昔の記憶とかは覚えてるけど、うん、もう、だんだんそうなるよ。嫌なんだけど。いや、ショックですね。その現象だ。いやなんか浪川さんがおじさん化してるってのは信じたくないで正直。やっぱ俺今でもやっぱ輝いてるしかっこいいし、なんか46でねこの感じが出せるんだが俺の中でねやっぱ希望だから、そうやっぱずっといない浪川さんかっこいいらしい。変わってないの20代と変わんないですか。あの野球でもなんかすごい苦労をたくさんしてるのに随分明るくまっすぐに育ったなっていうなんかマジでなんかいい子だね的な感じで言ってくれるんですよ浪川さんが。たまにそういう感じしますよね、なんか浪川さん。でその辺がちょっとおじさんだおじさんおじさんやっぱチーム感ありましたよね1年間やってると、はい、あと覚えてるのはあれびっくりしたのがさ、最終話だけ出させてもらったじゃん、はいはい、顔を、はい、よく覚えて俺もそれ言おうと思ってた、うんうん、あれの普通ロケバスタオルで移動するじゃん、はいはい、あのロケバスってさ移動の手段が目立つ目立つあのね、皆さん知ってると思うんだけれども、ゴーオンジャーでは銀次郎号っていうね、うん、そう、銀色の、そうそう、全部あの海外の、キャンピングカーを使ったんですよ。だからゴーオンジャーってもうがっつり書いてあるから、もう高速とか大変ですよ。もう毎回ジェットストリームアタックですよ。毎回囲まれるんだから、前後ろ横っつって、いやそうそう、うん、でさある駅で僕と江川さんだけ、はい、バスのね、はい、バスのそうやって降りたんですよ、はい、そのゴーオンジャーの銀次郎号、はいはいはい、普通の駅よ普通の駅したらさゴーオンジャーって言われたら子供たちが寄ってきてブワーってうわゴーオンジャーが来るみたいになって降りたら俺と江川さんだから違うじゃんみたいな感じでこうみんなもう本当にねこんなに残酷な絵あるみたいな。なるほどなるほど。ありますけどね。いやでもね、そうやって考えたら
僕も一回めちゃめちゃちょっとやらかしたことがあって、僕遅刻しちゃって、あら朝早いからね。そうなんですよ、銀次郎が僕の家の前に泊まるっていう。やば、それ面白いね。そうで、僕が出るまでに銀次郎の周りにめちゃめちゃ人だかりができてるわけですよ。そりゃそうだよ。そうだから俺はその人たちに向かって、ああみんな元気かっつって、おはようおはよう、じゃあなこれから見てくれよなとか言って、入った瞬間にすいませんでしたーってめっちゃやるわけですよ。ほんとすいませんでしたーって。そしたらその時のスタッフの、まあ、下前さんって方がいるんですけれども、そのスタッフの方が一言も口聞いてくれない、ずーっと2時間ずーっとまっすぐこうやって見て、俺も何回もほんとすいませんでした、ごめんなさい、ほんとごめんなさい、ごめんなさい。やばくないですか。やばい、逆に2時間そこまでそのなんだろう、その姿勢を保ったのがそのスタッフさんもすごいよ。いやでもさ、それでさ、スタッフさん、まあ、仕事とか撮影するじゃないですか、はい、その時はあれでしょ、すいませんでした、すいませんでしたって言ったけど、いや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 、もう撮影ね、その時はそれは多分ね、もうあのね、もうメイクさんにやってもらったそのまま一応ここ気にしてたよね。いやそうそうそう、あのこの、ま、ここはないとちょっとあの顔が小顔に見えないから。よく覚えてますね、本当にすごいな、記憶力全然おじさんじゃないじゃん。最終回俺浪川さんと共有できたことが俺めっちゃ嬉しくって、もうそう浪川さんが来るとやるじゃないですか、俺がやったやつをやり返したんですか。もう俺すごい嬉しくて、あれはもう本当にね、なんか1年間俺が、ね、よくスピードの声やりまくってたから、なんか浪川さんがねそうやってなんかやってくれたことに対してめちゃめちゃ嬉しかったのを俺覚えてるな。あれってでもね、実は俺やってもらったの覚えてるんですけど、俺最終回まだ見てないですよ、ボンちゃん。なんで俺なんか終わるのが悲しくて、なんか最初から見れないんですよ。いや分かるよ、俺だってドラクエとかやるときにレベル99まで上げて、もうラスボス楽勝なんだけど倒せない。そういうことですよ。俺はだからゴンゴンじゃ終わりたくないから、いまだに最終回見てないから、浪川さんがやったこれが使われてるかどうか知らないです。あ、知らないんだ。知らないです。ああそう、だから俺はリハと本番でやってもらってるのは知ってるけど、俺見てないから分かんないんですけど、ちょっと皆さんコメントに書いといてください。何だったら映ってない。嘘でしょ。いやそれは映ってるのしますよ、だって絵本出てるんですから、ゴーンちゃんゴーンちゃん絵本で最後あの浪川さんと俺の二人のシーンで俺がベーってやってるやつありますから。そう、あのちっちゃいカートに乗ってね。そこまで見てるから見えよ。いや違う、ほらあれですよ、俺台本はあるから、その自分の中でやったっていうその、ね、あれはあるから、そう流れはもちろん分かるんですけれども、どこがどう使われて、どこがどうカットされててとかっていうのは分かんないですよ。だから浪川さんのこれがあればいいなって思ったりするのは、うん、すごいです。これもうこっから光線出てくる。うるさい、絶対嘘。山絶対嘘。14年前ですか。14年経つの。14年前です。じゃあ31、2だね。さあ変わんねえな、浪川さん本当に。ずっとかっこいいよね、本当に。変わんないよね、浪川さんは。31、2か、若いな。でもだから10年後とかってどう10。いや変わんないっすよ、多分。このまんま、このまんまがいい。むしろヒーローとかってあの成長物語であって、しかも10年くらいすると、うん、なんか大体みんな大人な演技になったりとかするけど、ゴーンジャーだけは変わらないっていう、そういうコンセプトがあるんです、ちょっとゴーンジャーの中にも。へー、10年前と変わらないゴーンジャーが10ヤーズグランプリなんですよね、あれ。確かにだからそういった意味ではなんか僕も、いやいい意味では変わりたいですよ。だけどなんか変な感じに変わりたくないなんて正直あるんですよね。やっぱ自分のこの何ていうんですか、その芯みたいなのはぶれたくないなっていうのはちょっとあるんですけど、だってそういった意味では浪川さんだってずっと昔からなんかね、愉快なところとか全然変わってないじゃないですか、普通に。よう先輩に向かって愉快なのまあええけど。でだからそういった意味では見た目も変わってないし、だからこういう感じがいいですよ、僕も。ああそう、まあでも確かにずっと、まあ二人で話してる時もそうですけど、こんな感じだよ。ですよね。そうそうそう、こういう感じで変わらないまま、なんかかっこよくいたいなっていうのが正直ありますね。なるほどね。だから10年後も変わってないですよ、正直僕は。あとちゃんと走れるようになったなんすか。走る姿俺本当にみんなに言われるんですけど、あれ思ったもん俺画面で見ながら本当や、何だこの走り方。いやあのね、治んないですよ、あれ治んない。めちゃくちゃ面白いよ、俺
俺的には結構真剣に走ってるつもりなんですよね。あれいや変わんないですよ、そういった意味でもそれも変わんないです。いやそれは変えたい、それは変えたいです。正直かっこよく走ってた。なんか言われてたよね、でも当時からね。いや言われてましたね、その走り方ね。でもヒーローだし赤だしな。そうそうそう言われてたんですけれども、結局あれで1年間来ましたね。またあれぜひ呼んでください。え、本当ですか、来てください。ぜひ本当に呼んでください。いいですか、ぜひ。じゃあ呼びますね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょ最後にじゃあ、うん、このソースケとスピードルの筋なしの会話ちょっとやっていいですか、うん、筋なし会話なんだな。あー、そういう方がね、筋なし会話。はい、よスピードル、今日はありがとな。いやこちらこそ楽しかったぜ、ソースケ。楽しかったな、うん、スピードル腹減ってねえか。あらか、そういえば減ったな。減ったよな。うん、そう、今日はな、お前になんと俺、プレゼント持ってきてるからな。ほんとかよ。そうだよ。うん。チキンカツをお前に持ってきてやったぜ。俺の一番好きなやつじゃねえか。やったぜ。いや、ちょっと待って。ん？それ、チキン、今、チキンカツって言った。あ、そうだな、チキンって言った。あ、でも、いや、それは、スピードルの中の浪川大輔って人の大好物をググったら、ハンバーグ、生姜焼き、最近はチキンカツって書いてあったから、だからチキンカツにしたんだぜ。あの野郎食えねえじゃねえかよ。スピードルはな、でもスピードルの中の人の浪川大輔さんは多分食べてくれると思うな、うまいって。あ、俺たちのモチーフって確かに鳥だから、ちょっとチキンとか言いづらいな。言いづらいぞ。言いづらい。隠しとけよ、ソースケ。これはそうだな、ちょっとこれ出せるか、まあ出してもいいと思うけど、 YouTube だから。お前が食べろ俺がな。でもな、ちょっと聞いてくれよ。そういえばな、俺長えな、どうしたの。この間な、あの前回じゃ、あのジュラン分かるだろ、うん、そう、ジュランおじさん、ジュランおじさん、あの浅沼慎太郎さんって人がやってるんだけれども、そのな、ジュランおじさんがあのジロスと一緒に行ったんだけど、最終回を見終わった後に、おうおうおう、そしたらな、なんとジロスで全開王を買ってくれたんだ、ロボット。へえー、そうなんか。これプレゼントするって。それでな、俺お返しにと思って、うん、俺モチーフの、うん、鳥の何かをあげようと思ってな。そうなんだよ。そしたら可愛らしいぬいぐるみの鳥がいたから、それをプレゼントしたら、なんとそれ隅っこ暮らしのエビフライの尻尾だったんだよ。全然なんか鳥じゃなかったんだよ、あれ。知ってる？見たことある？あれ鳥に見えない？見えるでしょ、あれ。あれ鳥じゃん。鳥だよ、あれ。あれはもう、お前が言うならもう鳥だよ。鳥だよな、鳥だよな、そう、鳥だ、鳥だ。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日はですね、まあ、この辺ということで、皆さん本当にありがとうございました。これからも応援の方よろしくお願いします。またなー、バイバーイ。ありがとう。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。